お疲れ様です。ニオです。いつもご視聴いただきましてありがとうございます。先日ブロンコでねお声かけいただきまして本当にねありがとうございました。これからもねよろしくお願いいたします。で今日はですねガレージのね電気工事の続きです。で落成検査がですね11月の8日なんでそれまでにね終わらすということで今日はねコンセントの取り付けをね最終的にしに来ました。はい。でまあ電灯の方のね切り替えはねまだなんですがねぼちぼちね進めていこうかなと思います。そんな感じになります。よろしくお願いします。ですねここはね交換となります。次はね、これですね。ここはですね、バンのね、上の点検口まで配管をね、入れてあります。将来用として、ここに、ね、本当はですね、炭素200の、コンセントをつけようと思ったんですが、提出したバンズにね、入れてなかったんで、これはね、目くらにしておきます。
ここも、点検口まで、配管入れてあります。これも将来用で、まあ、線をね、通しやすく入れといてあるやつなんで、今回は、今回は、めくらプレートにします。はい、それではですね、スイッチですね、今回はですね、ダウンライトをね、1列ずつ切るんで、スイッチは本当は4つでいいんですが、プレートの関係があるからね、一応ね、余ってるんで6個つけちゃいます。で、スイッチの方ですが、天禄三振で、6本入れてあります。今後の増える予備も入れて6本と、天禄二振で2本入れてあります。はい。で、今回はですね、ここに、6個用のね、プレートで、ダウンライトのスイッチをつけるのと、ちょっとコスモが1個余ったんで、パイロット付きのコスモでトイレのスイッチをね、つけていきます。で、ここ空いてるのはですね、これからスイッチをね、もう1列増やせるようにとね、こういうふうに開けておきました。はい。それではね、つけていこうと思います。はい、こちらのね、トイレにはこれをね、つけていこうと思います。これちょうどね、1,700〜1,800円で、ね、売っててね、安かったんでね、購入してきました。はい、引っ掛けシーリングをつけたらね、つけるだけなんで、簡単な器具です。はい、これをつけていきます。もうね、配線したのがですね、ここ買ってから、もうね、配線したの最初の方なんで、1年以上ね、経ってるんでね、もうね、何配線したかね、忘れちゃってるんで、ちょっと今ね、ちょっと確かめてました。まあ、ようやくね、思い出して、ほとんどがね、予備の電線で入れてあるんで、そんなにね、使うのはないんですね。で、今回使うのはこの4つのみですね。照明、コンセント、コンセント、コンセントっていう風になります。はい。で、まあ、落成検査通って、リフトの設置場所とかが決まったら、そこまでコンセントね、持っていこうかなと思ってるんですけど、一応空配管ね、入れてあるところに、電源持っていこうかなとは思ってたんですけど、まあ、もともとね、こっちのこういうここも外れるようにしてあるので、全部ね、壁の中にコンセントを落とせるようになっています。はい。どうしてもね、モールとかね、大っ嫌いなタイプなんで、はい。だから、できるだけね、隠蔽配線でね、行こうかなと思います。はい。で、まあ、予備なんでね、ほとんど天井裏にしまっちゃう感じになるんですが、まあ、将来用とかね、そんなんで。はい。で、まあ、外のね、物置の方をね、作業小屋にしようかななんて思っているんですが、そこへはですね、また、ここから CV で向こうに持ってて、向こうにね、バーもつけます。はい。ここから F ではね、持っていかない予定です。
自分のはね、大体ね、圧着でやります。差し込みコネクタはね、やっぱしね、古くなるとね、10年、20年だったりすると、緩んでくるんで、やっぱし、圧着がね、一番確実かなと思います。でここにはね、ナイスハットをね、かぶせておきます。はい。はい、それではですね、今仮設でね、つないである、照明をですね、スイッチを通してね、切り替えていこうと思います。で、照明回路はですね、ワゴ、差し込みコネクター使います。これからちょっとね、増設とかして、ちょっと変えたりするんで、どういうふうにするかまだちょっと決めてないんで、ここは、差し込みコネクターでいこうと思います。で、高負荷のね、コンセント。まあ、大体単独なんですが、そうじゃないものは、差し込みコネクタではなく、圧着でやっていこうと思います。そんな感じです。はい、ちょっとね、今暗いんですが、血栓の方がね、全部終わりました。で、こんな風にね、してあるんですが、とりあえず、電灯ね、照明がつかないと暗いんで、受電が終わるまで、仮設板からね、電源を取ってこれ直接つないでね、そんでね、今、スイッチがちゃんと切り替わるかどうかね、チェックしていきたいと思います。はい。はい、こんなんでね、送電の方のね、準備ができました。これからね、ちょっとね、目が当たって、絶縁テープを当たって、チェックしていきたいと思います。はい、全部ではないんですがね、これでちょっとチェックしていきます。はい、お疲れ様でした。今日の作業はですね、ダウンライトの切り替え、コンセントの取り付けとね、受電に向けてのね、準備です。で、11月8日がですね、落成検査ということでね、東電の検査になって、それでね、完全終了となります。はい。まあ、長かったですがね、楽しみながらね、いろいろ自分の場所なんでね、贅沢はできなかったですが、まあ、できる限りのことはね、やってきたんじゃないかなとは思います。
はい、で落成検査が終わった後にですね、また200ボルトの、ね、コンセント等を、ね、線引っ張ってつけようかなとは思いますが、まだね、リフトをどの種類にするかね、あんま高いの買えないんで、200V、単装200で上がる安いの買おうかななんて思ってるんで、まあそういうのもね、動画にしていこうかなと思います。で、ですね、この天井にね、レール吊ると言ってたんですが、トラス針がですね、こう3本入ってて、そこから、ボルト出してあるんですね。で、このボルトですが、I 型工で、エッジ鋼っていうんですかね、I 型鋼っていうんですかね、あれをね、釣ろうと思ったんですが、ちょっとね、ふと思ったら、普段ね、使ってるあのケーブルハンガー、あの C 型鋼っていうんですか、あの C 型チャンネルみたいな呼び方でされてるのかな、あれをですね、取り付けて、ケーブルハンガーでいいんじゃないかななんてね、思って、それをね、まずね、つけていこうかなと思います。で、まあ、I 型鋼でやって、トローリーとかもね、買ってあるんですが、それでやるより、多分、1万円ぐらいでね、レール、クレーンができちゃうと思うんですね。で、まあ、何よりはいいんで、まあ、トラス針でやって C 型チャンネルつっても、多分ね、300キロとかそれぐらいは全然耐えられると思うんで、まずね、それでね、やっていこうかなと思います。はい。はい、そんでね、C 型チャンネルをね、購入次第、またね、動画を作っていこうかなと思います。はい、今回もね、ご視聴いただきましてありがとうございました。